さて今回もラトロポリスやっていきましょう。さあ前回ね、この呪術師で魂九州かの効果が分かった上で、しっかりとね進めまして、稼いだりっていうところはできたんだけど、肝心の収穫者が来なくてね、そこまで火力が出なかったと。で終盤にね、魂の数ほど体力が増加するせいで来ましたけども、遅すぎたね。魂集める時間もなかったね。で、まずカードか。一応増えましてね。一応キーカードになるであろう。これですよ。魂付与。このカードに魂集めて3枚の手札の魂吸収カードに集めた魂を入れると。これを使って、嵐精霊とかで威力を上げたりするわけですよ。まずこれを使いながら、リレベルにするとね、5枚いくので、魂吸収だけで組めたら最高だよね。これを稼ぐカードにして、チーズとか消してやっていけたらっていうところね。葬儀もありだよね。魂系経済カード組みたいね。いきましょうか。カスタムモード的なやつでね、カードなんか選べたらいいのにな。多いよね。一応青のレア度が一番多いので、そこを狙っていきたいんですけど、そもそもそのレア度多いからね、だいぶ引きづらいという現状ですね。さあ手が止まりましたよ。チーズからこれいって、よし、まず家置かないとね。よかった、右でよかった。いやもう最初の、商人から、市場を手に入れることができるのかっていうのが大事だね。市場でカード獲得の回数を増やして、で墓地から人を人口を集めてかな。カードコピー欲しいね、このデッキの場合。吸収。まずこの禁止された取引を2枚欲しいんですよ。まずそっからだよね、スタートは。まずは引こう。OK。ここはとりあえず、お金だな。このデッキはちょっと終盤の弱さ。おはい、来ました。2枚もいただいちゃって。壁が変えない。いけるか。よし。で、さらに増える予定なんで。これで家買うかどうかね。買いましょうか。全額よ。いいや。あ、これいいよ、これ。3枚も。で、不要は持っておいて、ちょっと終盤用に入れとくと。来たなこれ。でこいつをね、序盤から鍛えといてね。まずは流します。地づけそうで、家がね少ないじゃないかと。どうなってるんだってなりますけど、そこはここで家ですよ。最初の拡張で家をもらうと。これ左やばいな。左来たら終わりじゃん。そもそも一回お金にしよっか。右もねちょっと弱すぎないかな。一回お金にしよう。あ、蝶々だ、蝶々。あれお金になんないの。あれイベントの時か。やばいやばい、来るぞ来るぞ。お前最後の取りだぞ。あーっと、あぶねえ。出すか一回。31いったよ。怖いよね。さあ、こういうなんか守護者序盤はいらん。チーズ消えろ。前回チーズ消すタイミングめっちゃ遅かったんで考慮してやってますけど、いやもうやるしかない。入れろ。62
お金がない。あと1回、あと1回。で、1体なんか前出そう。あら、ないですね。パイク欲しいな、ここで。いけ、パイク。よしよしよし、ここで前にキャラがいれば余裕ですよ。消えろチーズ。稼げるのかこれで。あー、これは全部いらん。これだな、一旦カードごとのやつ持ってやるか。君を生かしたいね。左やばいってこれ。左も左でやばいって。絶望を背負ってますね。警戒所かな。警戒所墓だな。あ、壁も買うか。空いてるならね。この状況でやったらね、怖すぎるから1枚でしょ。ここはちょっとセットとして置いといて、た、は、墓地ですね。墓地は早めの段階で入れて人工確保っていうところでやって、よし。左の貧弱さが心配ではありますが、オッケー。広げるべきだった。家どうしよっかな。ここはちょっとカードを引きたいよね。来いよ、壁だな。右は右でまた怖い。守護者置いとくか、ここ。ドンと。これで安全じゃない。彼をね、守りながら戦っていきましょうよ。左やばいな。10ウェーブまでに持つかな。結構いいの来てるんでね。あとは配置と、お金の問題かな。いや、いいか。振りが遅いね。めっちゃ力高いけどね。来た、墓地で金が1枚だっけ。玉非精霊か、非精霊がいるので、そこ用にね、引くべきかどうか。金って案外しょぼいカードというか、まあデッキによっていいカードあるんですよ。今回の場合においてのカードじゃないんだよね。家2枚欲しいかな。家でも、家でもないかな。今は魂収穫者あげようかな。いや、どうしよう。ベースダメージはどうでもいいもんね。非精霊来いよ。来たー。対象グループが近接攻撃を受けるとき 100% だ。その魂の 100% ほど被害を反射っていうのは、なんか10あれば10ダメージ返すってことだよね。嵐精霊が分かんないですよね。魂の数ほどダメージ、攻撃速度上げるってのあるんだけど、1がどんくらいか分かんないから、どんくらい強いかが分かんないっていうね。1の 100% って1上がるわけですよね。元が5とかならだいぶ変わってくるんだろうけど、ベース速度が分かんないからな。これは待ちかな。左やばいよね、本当に。左パイクだけ置くか、いっぱい。244でかいね。あ、いなくなった。死んだ。死んだな。あ、まずい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 。いないいない、誰もいない誰もいない。終わってる。めっちゃ終わってるじゃん。復活カード、ウォッチ、イベント、まあ市民だな。すぐ増やせるので、国家を金にしましょう。一回
左へ行けるね。いいでしょ。6か。6じゃダメだね。懸賞金はいいから。貯金しといてさ、来い。ドルイドナイス。引きいいぞ今回。ちょっと怖いね。引きが良すぎるんじゃないか。魂風が48、反射が36。次どっち？そっちだけか。まあドルイド置いとこうか。お金が少なすぎないか、さすがに。俺は引き直そう。まあ不要に入れといたらいいか。怖いね。助言者もらいます。高いレベルのカード登場確率が2段階増える。ベースを知らんからね。そうなんだとしか思わないけど、安いんでしょ。いらんなまあでもレアが出やすいのは大きいね。蜂の巣もらっとくか。まだいけるね。オーケーじゃない。危な。こんなもんか。また光栄がいなくなったぞ。あげるカードも特にないけど、非正でいるからあげよう。ドルイドは多分ダメージかかんないよね。150か。壁じゃないな。150返しか。魂、まあ、これだな。収入だね。やっぱ単価で見よう。いらないか別に。持ってこよう。ここでお金を一旦ね、捨てまして、買えないね。ひもじすぎる。編成として全然弱いよね。これからか。工場欲しいな。来ないね。反射ってだってこの2体じゃないでしょ。78ほどか。いけ、強い。彼をサポートするメンバーを置いていかないと。お金だ人がいないか。でトップ上げて、いや墓地2個欲しいね。墓地は2個からですよ。八音さんかどこ置いてもねもうこれいいか。
どこまで飛ぶっけな。土塁道行ったところでじゃないかな。まあ一応見とくけど。よし、いいねいいねいいね。一番前出ちゃうのか、そら死ぬよね。なんとかなんとかすぎるぞこれは。ギリ勝ってるみたいなとこあるけど、いいのは出るな。壁返しはちょっと爆弾かな。こん中ならね、ちょっと収穫者を使うには重いな。一回試そう。これ行く？ちゃんと一回詰めるとしたらここ入れとくか。3枚。あ、行くんだね。ナイス。はい、当たった。最前線行った。やめた。爆弾置こう。あ、ドリードドリード。やってしまった。勝つとは思わなかったな。まあ、一応打ってたか。開けて。蜂の巣の時間えぐいな。ウェーブ来るときね、前もって打っとかないと。ここは引くとして、剣、あ、兵もいいね。兵で墓地からこれ戻して、兵増築したいな。63。お、戦ってる。いけ、盾がいるから頑張れるでしょ。おかまがれ。移動速度上げたいね。こうなるとさ、税金下げよう。税金を下げちゃっていいよ。金が来るんだ。ここで軍事カードの費用 100% マイナス 100% 大きいな。ね、これ、あ、税金の10倍ね。2だからね、今ね。20か。デッキでも重いからいいや。10枚くらいが理想ですよね。いらないかな。あ、もう民兵隊も消したいとこあるので、うまく回したいな。一回返すか。118。118返したらこっちのもんでしょ。15秒間ね。ぐらい。強っ。えげつな。ボス以外ならいけるな。君君君君も右。あ、左いるけど。いないようなもんだね。これ1枚でいいかな。じゃ収入えぐ。全然ないじゃんカード。これしかないね。とやめとこうか。戻したけど使わないと。133枚付与できるの大きいな。カードが揃ったらいいですけどね。揃いやすいと思うんだけどな。
4。20でも十分返せるよね。20でいいか、いけ。ダミってる。あーもう、いけ、ドルイド。あ、そっか、そこに、あ、大丈夫か、いなくても返せはするか。この辺かな。当たったけど、あ、終わった。あ、いけるか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 。これ使わせて、これお金、お金、お金、お金でいいんだって。くそ、工場もらおう。いや、これ入んねえでしょうかね。ここしかないね。死なないんだ。ダメージは出てたね。盾もいたけど、やっぱそこで大精霊だよね。よし、ちょっと最後に考えましょうか。欲しいカード、多分時間バレちゃいますけどね。前回が7時で今回が4時と、ドア差ですよ。ド深夜か。絞りすぎたかな。今回のやっぱ弱点は、まあ、稼ぐカードが少ないことだね。稼ぐカードがちょっと貧弱だよね。これで稼ぐのはいいんだけど、ちょっとこれは稼ぐというよりかはね、その瞬間お金が欲しい時にやるもんで、コツコツ稼げるカードはちょっと持っとかないと厳しいと。ただ建物で増やしてもないので、家3軒ってしょぼすぎるでしょ。魂池集めるだけ集めたけどね。ドルイドも一応含もうか。これ追加キャラなんで、シャーマンの4枚引いてきたよ。ミンペで邪魔だったね。まあ、20枚をちょっと最大と考えて、で軍事もできる限り魂系で集めたいけど、さすがにそれだと弱すぎるから、軍事は盾と長槍で、守護者も正直欲しいですけど、こいつはね、あ、いた方がいいか。で非正で強いですけどね、前衛が強い上前提がないときついか。第一精霊とかを強化して使う分にはいいんだろうね。耐えないと反射が生きてこないから。でこいつはとりあえず100いけばもう十分火力が出るので、やっぱでも理想こいつを3枚くらい持って、不要でこの貯めたものを200とかバンと入れて、その203部隊を出すと、200の3部隊出して展開するっていうのかな。で、できる限り集めたいカードね。まず、まあ、魂系はできる限り集めたいですよ。すべてね。まあ、ただ集まってこない、でも現状ですが。この攻撃速度のやつと、あの、鎌に力を与えるのであれば、魂系の、まずこの嵐精霊。で、非精霊はいいかな。どちらかというと嵐精霊。で、吸血。吸収できるからあいつに吸収させると。だレベルもできたら上げたいね。2レベルにして70にしたい。のと、まあ、この威力だね。まあ、威力みたいなもんか。攻撃速度上げて、吸収して、できる限り高い状態で出すと。でなおかつ、あんまり最近やってないけど、移動速度の建物ね。序盤出やすいんだけど、やっぱあいつ近接なんで、移動時間を短くしたいというところで。どこだっけな、移動速度のやつ。結構途中から増えたやつですけど。
ないね。あれ移動速度が 30% ぐらいだっけ上がるやつがあるんですけど、それを置いときたいですね。アドバイザーで 100% もいるから、アドバイザーちょっと引かなさすぎるからね、あんまりかな。あれ本当にない？消えた、もしかして。これこれプラス30か。これをね、まあ、2件かな、置いて60とか上げて、でそうだね、魂の建物だね、第一精霊の召喚人、ここから出てくる第一精霊カードが魂ごとに体力上がるので、まあ付与2枚とか欲しいねってなるとやっぱまた建物ですよ。でカードケースとかその辺も欲しいので、まずこれね、カードケース建物修道院、そしてねコピーをする酒場みたいなカード、カードコピーが大事だよね。これじゃないか。酒場居酒屋だね。これカード複製で1枚来たらいいみたいな感じで増やせればいいな。理想で組んでるからね、全然そらないですけど、んやっぱこいつにね夢見たいな。攻撃速度上げて、移動速度上げて、吸血して、でこいつめっちゃ上げると、塀でできる限り体力も上げたいね。レベルだけで54。こいつの盾カードも第一精霊だとちょっとね毎回出しづらいから、盾兵だなを用意したいっていうのもあるので、揃わないか揃うのかそれは。一応これとか来てないね。あ、魂を呼ぶとか聖女も来てないな。無敵、これ金か、金が2枚ね。吸血が一応紫か、まあ、レア度の高いやつが出やすくなるアドバイザーのおかげで結構出やすくなってたけど出なかったね。ベースは青なんで、序盤はカード選択しなくてもいいかな。多分序盤出にくいと思うんですよ。墓地とこの禁止された取引はコモンカードなんで、これは序盤のうちにね2枚ずつ欲しいね。いやー、まあとりあえずここまでしますか。まあカードがなかなか多いのでね、17ページもあるのでやっぱ出づらいってなるんだよね。やっぱゲーム中見てないカードもほとんどあるので、狙いすぎてやっぱ進まないんだよね。ちょまあ狙ってやっていきますけど、ちょっといい展開来たらまた動画にしたいね。今回一応ダメージは出たので一旦は見れたね。嵐精霊が見たかったかな。どんくらい速くなるのかね、ベース値が分かんないですけど、まあ、100とか貯めたら100の 100%、 100上がるわけですよね、攻撃速度が。元が1じゃないと思うんですけど、10とかだとしても100上がった場合のカモの振り方ね、えぐいと思うんで、そこで移動速度も上げてと。アドバイザーはさすがに探し出せないけど、 100% だっけな、確か 100% だよね。倍にするやつがいるんですよ、移動速度をね。そいつが来てくれたら楽なんですがだちょっと夢見すぎな編成ですけど、とりあえずいいのが取れたらまた出しますね。